演歌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 マイナス演歌は日本の歌手中森明菜の演歌楽曲を中心としたカバーアルバムこのアルバムは2007年6月27日にユニバーサルシグマよりリリースされた CD ウックマイナス 1227CD DVD ウックマイナス 91812CD ウックマイナス 91823CT うん、と、K1001、デジタルダウンロード。演歌、演歌マイナスは、歌姫シリーズ完結後の新たなカバーアルバム企画で、演歌楽曲を中心としたカバー集である。このアルバムは、2007年6月27日に、通常版、初回限定版 A、初回限定版 B、2枚組 CD、んっくマイナス9182、3、カセットテープ版、 デジタルダウンロードの5種類でリリースされた。カセットテープ版でのリリースはカバーアルバム歌姫以来であった。計5種類のうち初回限定版 B のみテレサテンのカバー曲空港が収録され全14曲となった。またデジタルダウンロードでは悲しい酒を除く全12曲の配信となってい、初回限定版 B には 初回限定版 B の収録曲全曲のインスト CD が収録された。初回限定版 A の特典 DVD には演歌秘蔵レコーディング映像に歌姫シリーズに続いて本作のアレンジとプロデュースを手掛けた千住明と中森による演歌対談に加え初 DVD 化となる花よ踊れチャイナタウンいい日旅立ちあの夏の日のミュージックビデオも収録された。 中森は、千住と共にこのアルバムのプロデュースにも加わっている。本作の通常版、初回限定版 A、初回限定版 B、カセットテープ版は、歌手カードなどを含むディスクジャケットの内容がそれぞれ異なっている。ジャケットの種類としては2パターンで、初回限定版 AB では、和ザを乗せ特殊メイクを施された中森のバストアップ写真となっており、通常版及び、 カセット版は華やかな髪飾りに同様のメイク中盛りを映した内容となっている。この特殊メイクや装飾と重厚な衣装で臨んだ撮影は丸一日をかけての作業となった。このアルバムのディスクジャケットはアルバムのイメージと連動したものという中盛りの希望により外国から見たエキゾチックな日本というコンセプトで制作された。 ユニバーサルシグマの藤倉尚マネージングディレクターは、ジャケットについて、ハリウッド映画で描かれる、怪しく大敗的、それでいて、魅力的な日本を再現できたと語った。また、ジャケットにある演歌の題事は、クーガーとミラン、ミラン名義で、中森も担当している。このアルバムの収録楽曲は、インターネットによる楽曲投票をもとに決定された。 レコーディングは2007年5月から2007年6月にかけて517スタジオ、サウンドシティ、ビクタースタジオ、ワーナーミュージックレコーディングスタジオ、ウエストサイド、ザックスタジオで行われた。本作と共にオムニバスアルバム、中森明菜選曲演歌集、演歌も同時発売された。このアルバムは演歌、演歌マイナスに合わせて企画されたコンピレーションアルバムで、 本作でカバーした楽曲のオリジナルを収めている。このアルバムの発売記念企画として、2007年4月12日から2007年5月15日の間、収録楽曲のリクエストが実施された。投票者数は2万を超え、合計2万3314名、内訳、男性1万1848名、女性1万1466名、 当初上位10曲の発表予定を反響の大きさから上位20曲まで発表した。投票結果発表時には上位3曲の甘木え、夜桜を7、越冬つばめのレコーディングの決定が収録楽曲の発表に先駆けて伝えられた。この投票結果をもとにレコーディングする楽曲が選曲された。楽曲応募特典として抽選で 中森直筆サイン入りグッズがプレゼントされた。注釈。リリース前日の2007年6月26日に、このアルバムの商業的な成功を目的に、東京都元赤坂にある、豊川稲荷東京別院にて、ヒット祈願が行われた。中森は、芸能の神を奉る、この寺院の本殿に適当を受けた後、奉納している。 この同日の午後9時午後9時30分には、このアルバムの発売を記念して、ヤフーライブトークに出演した。本作の15秒スポット動画も制作され、この動画は、演歌、演歌マイナス TV スポットとして2009年7月リリースの映像作品、クリップ2002から 2007&more に収録された。なお、この映像作品には、本作で収められた、 このアルバムのレコーディング風景と千住と中森による対談の映像が再び収録されている。また、購入特典のキャンペーンも行われ、オリジナルハッピー、サイズフリート、手拭いがそれぞれ5名と200名に抽選でプレゼントされるというものであった。このキャンペーンの対象商品には、本作に加えて本作と同時発売された中森秋菜選曲演歌集。 演歌も含まれた。山野楽器は、本作について、世代を超え歌い継がれてきた数々の名曲を、中森明菜による、新解釈と世界観で再構築しつつも、原曲のイメージはそのままに、老若男女が楽しめる内容に、と批評。ドロップスの岩本宮義は、中森明菜が期待のボーカリストである、というは周知の事実だが、その周知を遥かに上回る傑作です。 と批評した。演歌、演歌マイナスは、オリコン週間アルバムチャートの2007年7月9日付で、初登場し、最高順位10位を記録した。同チャートには、計12週にわたって、ランクインしている。その後、日本レコード協会の2007年6月度で、ゴールドに認定された。また、2007年に行われた第49回日本レコード大賞では、 企画賞を受賞した。演歌、演歌マイナスのライナーノーツより楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。